なぜ人は手遅れになってからでないと気づかないのか。人生の時計が神の手で曲がれていることに。私は幸福でも不幸でもなかった。人生の本当の喜びも悲しみも、ただ私を素通りしてた。あの時までは。そう、今なら言える。あの時私の人生が始まったんだ。私の体の中の時計が音を立てて動き始めた。悲しみが似合うから。